カマリナは、シケリアの古代都市である。現在の行政区分では、ラグーザ県ビットーリアに位置し、市の中心から20キロメートルほど離れた海沿いのスコグリッティ地区に遺跡と考古学博物館がある。カマリナは、紀元前599年に、シュラクサイが建設した植民都市であるが、紀元前552年にその母都市から破壊された。しかし、ゲラ人で、 オリンピックの戦車競争の勝者であるパミウスによって、紀元前461年に再建された。主楽祭には敵意を抱いていたようであり、紀元前427年に、アテナイ艦隊が遠征してきた際には、これと同盟しているが、紀元前415年から紀元前413年にかけて大規模なアテナイのシケリア遠征が実施された際には、主楽祭に、 多少の支援を行っている。紀元前405年にはカルタゴに破壊され、紀元前339年にティモレオンによって再建されたが、第一次ポエに戦争中の紀元前258年に共和制ローマのものとなった。カマリナが完全に破壊されたのは853年のことである。その後、古代都市の後は急速に砂丘化し、近隣に石も少なかったため、 ゲラの住民デザイもカマリナの遺跡を採石場代わりに使った。このため、現在はアーテーナ神殿の壁が、ほんの少しと、いくつかの住居の基礎部分以外は地上には何もない。また、発掘により、城壁の一部が確認され、またネクロポリスの調査が行われている。カルタゴがカマリナを略奪する、少し前、カマリナに謎の病気が蔓延した。 カマリナの北方には湿地帯があり、これが北方からの敵の進行を防御していたが、この湿地が疾病の原因ではないかと考えられた。このため、湿地を排水して乾燥させることにより、病気は沈静化するとの考えた広まった。新宅を通ったところ、病気は時ととも収まるので排水の必要はないとのことであった。しかし不満は広がり、 町の指導者は信託に反して、排水を行うことを決定した。湿地が乾燥されると、当然ではあるが、カルタゴ軍を阻止するものはなくなってしまった。このため、カルタゴ軍が接近すると、シュラクサイのディオニュシウス一世は、町の放棄を命じた。カルタゴ軍は乾燥したばかりの湿地を通って、町に侵攻し、残留していた住民を殺して略奪した。 この湿地を乾燥させた話はストラボンが伝えており、またカール・セーガンもその著書、惑星へで紹介している。他方、この話は恐怖や信託を無視しての行動は多くの場合改善しようとした問題を悪化させる例として後世の作家が教訓として伝えている。現在残っている遺跡はほとんどない。アルカイック機の墓地とアテーナー神殿の一部のみである。近くには 紀元前5世紀から紀元前4世紀のアクロポリスがある。発掘された遺物は地元の考古学博物館と白草の考古学博物館にある。イスラム時代のものであるが、考古学公園にはハンマン・クベル・ジャマーの遺跡があるが、これはシチリアでは唯一のものである。ありがとうございます。